被災地で相次ぐ不審者の目撃情報や盗難などの被害について今日の対策会議後、長谷知事はとんでもないと思っていますあの警察の方もパトロール強化していただいておりますので厳しく対応します被災地を狙う卑劣な犯行に懸念が高まる中県警は避難などで不在になった住宅では特に盗難被害が発生する恐れがあるとして 自宅を開ける際は確実に鍵をかけ貴重品などは避難先でも常に携帯するよう呼びかけています。